大丈夫だよ。大丈夫。今日も見てくれてありがとう。大丈夫だから。本当に。大丈夫。本当に大丈夫。僕も嬉しいです。見てくれて本当に。僕にはこれぐらいしかできないけど、でも見てくれて本当に嬉しいです。ありがとう。だからこそずっと言い続けますよ。大丈夫って、うん、大丈夫。本当に大丈夫だからね。大丈夫だよ。大丈夫、大丈夫。うん、本当に、うん、大丈夫でしょ。今日はね、10月の3日土曜日、まあいつもよりはちょっとね遅めの投稿になりますけども、まあ土曜日ってこともあって、まあ結構夜更かしする人もいるんじゃないかなと思って、ちょっと遅めに投稿しようかなと思いました。まあ明日の予定がねあって、もう早く寝なきゃっていう人はちょっと明日の朝とかにね見ることになるかもしれないけど、まあまあ、でもこれが言いたいというかね、言いたいことは本当に大丈夫っていうことだけだから、うん、本当に本当に大丈夫、大丈夫すぎる、すぎるんだよな、うん、大丈夫だから。今日は本当にこの大丈夫って言うだけなのにめちゃくちゃすごい悩んで、どういうね大丈夫にしようかなみたいな、結構のリアルに悩みました。とはいえね、別にノープランです。今日も何かいいアイデアがあったわけとかじゃないですし、全然もう行き当たりばったりで、本当に、うん、大丈夫だから、大丈夫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 。でも今日ねこの動画見てくれた人は明日10月4日日曜日の夜絶対見てください。4日の日、4日の日の夜必ず必ず見てください。この動画、この動画じゃない、4日の動画見てください。明日の動画ね、10月4日に上げる動画絶対見てください。大丈夫って言うだけだけど見てほしい、本当に、うん、絶対だよ、絶対見てよ、うん、大丈夫だから。
本当に大丈夫だから、うん、安心して大丈夫、本当に大丈夫だから、うん、今日はねもう僕が言わなくてもね大丈夫なの、みんな今日は大丈夫。でも明日は絶対見て、明日絶対見て、明日絶対見て、本当になんか特別なことするとかじゃないけど、大丈夫って絶対言うし、絶対見て大丈夫で、今日もだけどね、ちゃんと自分で口に出して、口に出して大丈夫って言ってください。本当に、明日の動画はちょっと何時に上がるか、9時か10時とかね、それぐらいの時間に上げるとは思いますので、必ず見てください。本当に、今日は大丈夫、安心してます僕は。でも今日大丈夫じゃないっていう人もいるかもしれないでもね、大丈夫、あなたは大丈夫、大丈夫だから。まあ明日の告知がほとんどになっちゃったけど、でも本当に明日日曜日、4日日曜日の動画も必ず見てください。真剣に大丈夫って言います。今日も大丈夫だからね、まあ、もちろん明日も大丈夫なんだけど、まあ、今日はこれぐらいにしたいと思います。じゃあまた明日、明日の夜、4日夜会いましょう。しげるより大丈夫というメッセージを送りました。明日も送ります。そしてずっとずっと送り続けます。では。